ホールでも勝ちたいという分からなかったんで H2。 あーもうやだあ、長いホールそこ、長いはい、皆さんこんにちは、井上理香です。今日はスペシャルゲストと対決をしようということで、じゃあ早速来てもらいましょう。どうぞ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ちょっと高島さゆりです。ちょっと今小さいんで誰かなって思いました。足取らないでね。ここ映さないで。いやあー大きい。さゆりさんだ。やっと気づいた。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さゆチューブ高島さゆりプロです。はい、よろしくお願いします。井上理香ちゃんには、はい、私の方のチャンネルでちょっとトーク動画を撮らせていただきまして、その説は見てくれましたか？ありがとうございました。結構私の視聴者さんでも、さゆチューブコラボしてくださいとかたくさんあったんですよ。なるほど。そうなんです。だから今日はコラボできて嬉しいです。そうなんですよ。ここは意外と高校から知っていて、あ、そうそうそう、高校の時から、そう、そんな話をですね、私の方の YouTube でやってますんで、皆さんぜひ。見てください。見てください。はい、もうコラボはね、リカちゃんからオファーが結構来てたんですけど、もうね、私はなんて罪深き女なんでしょうね。いやいやいや、忙しかったですね。ちょっとね、はい、やっと実現しました。はい、嬉しいです。はい、念願かなって。というわけで、こちらでは。今日何するんですか？あ、そうなんですよ。今日はね、まあ、コースなんで、ラウンド動画なんですけど、はい、ちょっと、うん、まあドラゴンクイーンということで、うん、まあ無謀にもそれも見ていただければわかると思うんですけど、うもう一ホールでも勝ちたいという、まあ、って男の人と同じ気持ちですよよく言われるんですけど、アマチュアの男性にもう同じ気持ちで、ということで、まあ、全ホールドラゴンお願いします。全ホールドラゴン、はい、お願いします。でなんかフェアウェイオンリーでしょ。そうです。で勝った方がポイントです。1打でもう一つ、これはもうね、さゆりさん YouTuber ですか今や。YouTuber になるのかな。結構企画ものいろいろやってますよね。あ、そうだね。面白いこと。まあ面白いっていうか、うん、スクランブルやったりとか。そうですね。うん、ちょっと初心に帰って。初心に帰るんだ。はい。うん、英語禁止やろうと。それ初心なんだ。鉄板すぎません？いや、まあそうね。よくある企画だけど。そう。え、何？それじゃルールは。そのドラゴンで勝った方は1打マイナスってこと？はい、そうですマイナスになるんだ。はい、でじゃあ英語喋ったらだから1打プラスにします。1打プラスなんだ。はい、だから50でかいね。はい、50ぐらい打っちゃう気が、もっとかな。まあまあでかいね。ですけど、はい、でもゴルフは真剣に、そこは。なるほどね。だからゴルフで頑張ってスコアを縮めて、そこをカバーしたいと思ってます。だから面白そうだね。そうですね、ちょっとやってみたいな。ちょっと変則でね、はい、やっていこう。はい、だけどゴルフはまあいじらず、もうそのまま。ゴルフはいじらず、ゴルフあれせずに、はい、ちゃんと真剣プレイでやっていきたいと思います。行きましょう。今日は太平洋クラブ八千代コースに来ております。はい、めっちゃ天気も良くてコースも綺麗、すっごい綺麗。うん、綺麗。はい、でここはみんなスループレイで、うん、やっていて、で今日私たちはその電動、後でお見せしますけど、電動カートを使ってプレイするので、はい、では行ってみましょう。行ってみましょう。はい、ではよろしくお願いします。お願いします。風が吹いてるね。結構フォローだね。右からのフォローですね。うん、風に乗せていいね。ドラコン、ドラコン、おお、いけいけ。これ木当たっちゃうんじゃない？え、そう、木手前じゃない？手前だね。あ、やばい、ラフかも。あ、これラフかもしれない。ねえ、めっちゃ転がったんだけど。確かにドローだね。ちょっとドロー強かったですね、今ね。じゃあお願いします。お願いします。あ、でもあっちのラインの方がフェアウェイなのかも。あー、どうだろう、わかんない。いいっすね。ちょっと珍しくフェードした。あ、基本はドローですね。
そうだけどね、なんかこのドライバーにしてからね曲がりが少なくなった。ああそうなんですね、すごい。やっぱクラブで変わるね。やっぱそうなんだ、うん、確かに私もさっき言ってて、なんかそう直進性が強そうなイメージでした。そうなんだよ。え、これ面白い。これいいですね。なんかね、1000円ぐらいで貸し出ししてるらしい。あ、1000円、そうなんだ、いいですね。そう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 。これ私さ、よくここ何回か来たことあるんで、うん、見たことある。見たことしかなくて、でも正直ちょっと大変そうだなって思ってたんですよ。ほう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 。電動って知らなくて。あ、なんかめっちゃ楽。普通に手押しと思ってたから、いい、超いい。押せばポイントは持たないことらしい。だけど多分たまにこう傾斜でなっちゃう。そうなっちゃうから、楽だわこれ。いいですね。おお。え、八千代はじゃ結構回るからコース覚えてる？そうですね、直近で先週か先々週来ました。あ、じゃあ結構わかるね。そうですね。え、2人ともラフじゃない？結構早いよね。ね、2人ともラフ。本当だ。1ホール目はプラスなし。ね、英語忘れてないうちら。あ、そうだった。やば。待って待って、あの、じゃあこっからにしよう。完全に今忘れてた英語のこと。じゃあ今のはあのカートの宣伝ということで。確かに。で、こっからにしよう。こっから行きます。こっから行こう。よーい、はじめもうね、これさやさん、ね、右の草ですね。草はもうどこも草なの。右の深めの草。深めの草ね。こっちか。あ、ちょっと待って、リカあれかも。え、私こんなに左行った？やっぱりさ、さゆりさんと同じ目線で歩いてたらダメだわ。狙えそう？狙えそう。え？ねえ、スロープレイ。あ、やば。ずるい。ねえ、マジでずるい今の。違う、あの、全く思ってなかったところ言ったよ今。距離で言うと思ったでしょ。うん、距離で言うと思った。距離は気をつけようって思ったもん。ちょっと測れなかったんで、エッジに。あー、もうやだ。いや、これは面白い、本当に。200ね。200、4のたらこ。4のたらこ。4って雑。4のたらこよ。木の上狙い。そうですね、木の上。これでもいけるかな。もしかしたら高さきついかもですけど。うん、そうね、長めの草なんで上がってくれれば。長めの草なんで。お、え、めちゃめちゃいいよ。素晴らしい。おお、あ、止まって、止まって。良き弾道。良き弾道だって。いや、今ね、予想よりも良かった。なんかあの小学生の作文みたいになってるからね。182なので、風は追い風。風は追い風なので6鉄。苦しい。これめっちゃ頭使う。今日は頭使っていきましょう。おお、いけ。あー、いかない、惜しい。あ、でもいいとこです。さすがにちょっと見すぎたか。ここ、うん、あれですよ。なになに。長いホール。長いホール。あ、長いホールなの。そう、ここ長いホール。ちょっと待って、2回ぐらい言ってた。やばい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 。私も一回言っちゃった、ね、私も一回言っちゃった。
これはそう5打で5打で上がるべきところわかりましたわかりました。私は今日は自分は、うん、あのなんて言うんですかね、なんて言うんですかね、お難しい、ちょっと博士みたいな感じでいけば言葉遣いが良いんではないかとわかります。まずちょっと考えながら喋らないといけないから、そうですね、そういう喋り方になっちゃうかもしれないね、はい、ちゃんと乗ってるよ。あ、よかった。 OK。 あ、はい、てれーん、癖だよね少し左足上がり入れちゃうか。あー、もうちょっといって、あー、よし、とりあえず寄せたい。いけ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 、おー、止まれ、おーおー、よきよきですね。よき、お先に失礼します。はい、どうぞ。おー、わーい、ちょっと待ってちょっと待って、なんて言ったらいいかわかんない。よき読んだよき読んだよき読んだ。難しいわ、こうさ、思ったことを言えないっていうのがストレスなんだよね。そうですね。 あれ、それは英語なのか。英語ですよ。英語か。うん、ありがとうございます。良い、ありがとうございます。良きです。とりあえず同点。ここは2番、なんかまっすぐ、そうですね、ね、旗が右なんで、まあでもあの木旗狙いでいきます。おお、なんだなんだなんだ、なんかですね、あ、これ大丈夫、入ってない、多分大丈夫かもです。 あれです、あの飛ばそうという気持ちと、ほう、あの葛藤がありました。あれ、芝短いとこ行ったのかな。芝短いとこから先行ったと思います。お、いいね。あ、同じ方向、我慢して、ああ、入ったかな。砂だわ砂だわ砂だわあ、だんだんこれね、あの本当にこのゲームやってると、あーいー言葉数が少なくなる。わかりますわかりますわかります。そんな中でも果敢に喋ろうとする姿勢、だってつまんなくなっちゃうよ。それですよね。だから喋らないとダメです。そうなのよ。難しいのよ、それが。でも結構ゲスト、ね、もうさ、言った瞬間にあーって、あー、落ち込んじゃった。落ち込んじゃった。もう、あ、あ、二人とも砂だわ。あー、あー、結構顎近いですね。近い。私の方がちょっと厳しいかな。待って、どっちも近い。いや、でもリカちゃんの方が大丈夫そう。リカどっち？こっちですよね。うん、私あっち。あ、しかも埋まってる。やばい、あれは。もうそのさ、いつもだったら
どうやって打つとか、はい、結構解説するんだけど、はい、もうあの危うすぎて何も喋れないからね。解説、いや解説してください。いや解説怖い目玉になってます。はい、なので、本来、58度で打つようなところを53度で打ちたいと思います。意外と普通だったねいやこれ厳しいな。その目玉結構きついですね。ねえ、あですよね。まあでもしょうがない感じ。しょうがない、私が行きます。はい、どうぞ。少しね、薄めに当てたい。ダフリ厳禁。結構おお、うまい、うまい。止まって、あー止まった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 。いいよ。いやー残念だな。おおいいです。おお、うまい。ありがとう。結果よし。下りの右曲がりここ下ってるけどね、この辺なんかマウンドがあって、あもっと行って。不意に出るよね。結構切れましたね。でも距離感はまあまあ結構慣れてきた。うん、よし、良きです。よしよしよし、良き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 、耐えた耐えた耐えたこれ難しいね。うん、はい、どうも。いいねマジ語彙力がもういいねしかない一回だけ、あそうだ、いきます。4、5、5で打ちます。5たらこ5たらこおお、いい球。右なんよ。右なんよ。どこの訛り？さっきから右、あ、止まって。どこ行った？ギリやな。右の微妙なとこです。乗ったかどうか。右と、うん、乗ってないかも。外れた。あちょっとあれですよね、向かい風になりましたよね、打つ前にもう全然集中できないこれ確かにと難しい。木には当たらないでしょう。いやでもちょっと保険かけてこっち狙っとこう。あ、でっか、でっか。うわー、いや集中してなかった。あんま切れなそう。奥ギリギリなんで結構手前でもいいかなみたいな感じで、でもラインいいんでちょっと狙っていきたいです。
弱いかね。うん、ちょい弱、言った通り感じ。わあ、なんかね、そこまで行っちゃったの。そう、段差のところ止まってます。わお、上げるか転がすか。もうちょっと行ってくれ。うん、いや、同じぐらい距離。よし、私かな。私のがちょっと遠いかも。ここ傾斜結構すごいな。ありますね、思ったよりあります。ねえ、これは距離ないけどちょっと外して打たないといけない感じかも。うわ、出しすぎたし強すぎた。ちょっとね、強かった、ね、うわ、うん、あ、お先でした、すみません。いえ、とんでもない。これ入れないとな。ですよ。なんかいい感じ。耐えた耐えたはい、というわけでここまで3ホール、スコアはここが1打差です。で、英語はちょっとやっぱもう難しすぎて説明もできないし、ちょっと集中力に欠けるということで、ここで3ホールで終了します。ここからはどんな企画やねんって。ここからも普通にやります。ちょっとね、良さが、やっぱ良さがね、喋らないと出ないんで。やっぱほら、負けず嫌いだから、うん、ゴルファーってみんな、そう、なんとかして勝ってやろうと思った結果、やっぱ喋らないっていうのが一番だなってなっちゃうから。そうなんですね、それはやっぱつまんないんで。そうなんですよ。で、次回からはもうめちゃめちゃ喋りましょう。本当に。そうしましょう。はい。はい、というわけで、はい、見てくれた方ありがとうございました。さゆるさんの方でも、ドラコムトーク、アプローチとやっておりますので、そっちの方もぜひチェックしてください。ぜひぜひ。はい。この動画がいいなと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで、また、バイバイ。